島に来て6日目です。今日も晴れてます。これといって特に進展はありません。でもちょっとずつ慣れてきた。そうだね。今のところなんとか生活はできてるし、ちゃんと睡眠も取れてるし。それもだけど、この距離に。あ、そうだね。改めて言われるとちょっと恥ずかしくなっちゃうけど。あ、離れないで。はじめちゃん頼もしくて、はじめちゃんがいろいろ持ってきてくれたおかげで本当に助かってるよ。それすなわち備えあれば憂いなし。感謝してもしきれないよ。今日は昨日に引き続きちょっと遠出して高いところからこの島を見てみたいと思います。はじめちゃん、山登り大丈夫？うん、頑張る。よし、じゃあ出発。向かって歩いています。昨日の階段の疲れも残っていて辛いです。マッサージ行きたいな。チズルンはそもそもなんでお笑いを好きになったの？なんでだろう。気づいたらよく見てたんだよね。お父さんが好きだったからかな。そうなんだ。うん、はじめちゃんは全然？あんまり見たことがなかった。そうなんだ。私、はじめちゃんの笑いすっごく好きだよ。ありがとう。会話が続かなくなってしまうので、展望台に着くまでの間、さっき撮ったショートコントをお楽しみください。どうぞ。なんで急に？ショートコント、宇宙人。昨日、私に突然テレパシーが届いた。この日、この時間、この場所へ来てと。あのテレパシーはもしかして宇宙人からの？いや、きっと宇宙人からのメッセージに違いない。でも、本当に来るんだろうか。みょ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 ウィーン。あ、なんか出てきた。テケ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 。こんにちは。UFO だったの？合格発表。私受かってるかな。どうかな。5050番、55でちょっと縁起はいい気がするけど心配だな。どうか受かってますように。それでは、ただいまより合格者の発表をいたします。ドキドキ。1番、4番、6番、7番。張り出してよ。犬落語。ワンワン、ワン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 、ワン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 、ワンワンワン、ワン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 、ワン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 、ワン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 、ワン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 。何それ？わー、綺麗だね。うん、でもそんなに大きい島じゃないんだね。そうだね。マッサージ。あーい、だだだだだ。あー、うー、ピー。
マッサージ屋ですけど。あ、さっき頼んだ。すぐ開けます。ガチャ。いきなり揉むんですか？来ていきなり揉むんですか？え、いや、マッサージの前に軽く話したりとかしないんですか？ああ、ごめんなさい。いや、私本当に肩凝ってるんです。でもマッサージとかあんまり頼むことなくって、今日は出張で泊まりだったので思い切って頼んでみました。よろしくお願いします。似てねー。いや、誰に？誰のモノマネもしてないです。あ、そうですか。じゃあマッサージお願いします。はい、よろしくね。いやー、もう本当疲れてますからね、世の中の人々は。そうですね。でもあれでしょう、出張かなんかでしょう。はい。大変でしょう、お仕事って言っても。まあそうですね。 OL さんですか、やっぱり。まあ OL ですね、総合職で。 OL って言ったらあれでしょう、人間関係とか大変でしょう。まあうちの上司ちょっと厳しいですからね。その辺はうまくやってるんですか。まあまあまあ、なんとか。ちゃんともんで、何やって止めてやって止めてって。喋るのはいいですけど、マッサージしてください。もっともんでほしい。じゃあちょっと横になってください。はいはい。じゃあちょっと強めに行きますよ。はい。はっ、ぐん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 ぐ、ふん、うわっ、うっぐ、うわーよっ、うわー、キクキクキクキ、痛い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 。いや、それ揉まれてる側のリアクション。なんで自分で言うんですか。私にリアクションさせてくださいよ。へー、今日は新幹線で来たんですか。はい、新幹線で。新幹線に乗って、新幹線なんちゃってね。自由席、指定席、どちらで。指定席です。ああ、指定席だけに指定席なんてね。空いてたんですか。はい、空いてました。ああ、空いてて空いてて空いてる。いや、なんですかそれ。全然ダジャレにもギャグにもなってないんですけど。ああ、休みの日とか何してるんですか。そうですね、私バレエやってるんですよ。あー、バレエ、バレエ、バレエって言ったらあれでしょう。ちゃーちゃらららららら、じゃじゃーらちゃらららら。なんですか。じゃ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 ー、長いな。ちゃ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 ってやつ。なんもないの。なんかしてるかと思うじゃないですか。あー、ちょっと本当に大丈夫なんですか。さっきから全然マッサージしてくれないじゃないですか。え、私、私は大丈夫よ。本当ですか。こう見えていろんな芸能人を揉んできたからね。え、芸能人揉んできたんですか。揉んできたよ、ここだけの話だけどね。え、誰揉んだんですか。いやいや、これはプライベートだから。教えてくださいよ。ねー、いや、あっさりしてる。じゃあイニシャルでいいですか。はい、じゃあイニシャルでお願いします。最近ではね、ジェイニーズ事務所の、はいはい、元 S マップの、はいはいはい、木村拓哉さん。そこ隠さないの。なんで、本名はダメですよ。あのケームタクを。いや、もうキムタクでいいですよ。なんですかケームタクって中途半端な。カマタク、クムタクっていないでしょう。あと他には。他は大谷翔平くんね。大谷翔平のマッサージしたんですか。したよ、しまくったよ。しまくったんですか。うん、しょっちゅう揉むからすっごく仲良くなってね。もう今では、おい翔平、おう大谷の中ですよ。いや、あなた出てきてない。どっちも大谷じゃないですか。どこで二刀流してるんですか。それくらい安心していただいて大丈夫よって意味です。そんなこと言われても、あなたさっきからおかしいことばっかり言って全然ちゃんとマッサージしてくれないじゃないですか。大丈夫ですか。ほら、何もしてくれないじゃないですか、さっきから。ちゃんとマッサージしてくださいよ、じっと見てないで。だから早く揉んでって。うわ、似てる。だから誰に。もう、似てねーって誰に。でも、最後は似てたから。だから誰になの。地
シュルちゃん、お母さん、みんな、サバイバル豆知識。おほん、家作りと同じくまず最初にやるべきことは飲み水の確保でおじゃる。朝露を集めたり地面から蒸発した水分を集めるなどいくつかの方法があるでおじゃる。おほん、湧き水を見つけたら安心でおじゃるが必ず煮沸して飲むことでおじゃる。これも誰？チャンネル登録よろしくね。